ネットとか週刊誌を見ると逆恨みと嫉妬にあふれた人間のクズっぽい人にあふれてるじゃないですか。彼らも人生の最後を迎えると悔しとも羨ましとも思わない境地に達するのか、クズとして死んでいくのかっていうあたりにちょっと興味が湧きましたね。本当に死ぬんだ、終わりだっていう時にすらと表にいい顔をしてしまうというか、人の死んでいく姿としてすごくわかる。死っていうのは人生の中でたった一度だけのもの、一番最後にこんなビッグイベントを残しておいてくれてあるんだっていうふうに思いながら、最近ほぼ感情がなくなってきてゾンビ化しているので、承認欲求と他人への逆恨みと人を撃ち落としたい感情というのを徐々に育てていって、死に際は社会人のためのシーニモ2023、なぜ最後にそれつぶやいたんですか。この番組は日本独特の文化時世を通して日本人の死生観を見つめることで現代を生きる我々の生き様を考えていく番組です。一緒に時世を味わっていただくのは、経済学者で文筆家で最近本当に疲れてるように見える成田悠介さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そっち何時ですか今。今はそろそろ夜中の1時ぐらいです。あ、すみません、遅い時間に申し訳ございません。で、一緒に日本からですね、一緒に詩を考えていただけるのは、歌人で、時世にも造詣の深い田中明義さんです。よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。歌人で、瞬きで消えていく、という詩、まあ、死を感じさせるですね、人生の狭間にあるような詩をですね、短歌ですよね。短歌です。短歌詩を、出版された藤宮若菜さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。田中さん、一言で言うと田中さんにとって死とは何ですか。はい、私はすごく楽しみというか、一生に一回だけ体験できることっていうのは、日常の中でもいろいろあるかもしれないんですけど、うん、死っていうのはやっぱり経験したくても2回する人ってまずいないじゃないですか、うん、人生の中でたった一度だけのものっていうのはやっぱりすごい尊いんだと勝手に思ってるんですけれども、うん、すごくその一生に1回のもの、それが自分はどんな風に迎えていくのか、その時どんな感じ方になるのか、すごく楽しみな知的好奇心みたいなものがあるとしたら、一番最後にこんなビッグイベントを残しておいてくれてあるんだっていうふうに思いながら、最後のスーパー楽しみなものでもあってっていうふうに思っていますね。なるほど、ちょっと珍しいですね、スーパー楽しみですけど。ちょっとですね、今回ですね、テーマが諦めようとりあえずというなテーマですので、そちらで時世をご用意しましたのでご覧ください。なかなかに世をも人をも恨むまじ、時に合わぬを身のたがにして、これはいい歌ですね。で同じ作者のですね、今のが時世と言われてるんですけど、実は時世じゃないっていう説が濃厚で、私も意識したタイミングかもしれないんですけど、本当の時世もちょっと一応いいですか。悔しとも羨ましとも思わねど、我が世に変わる世の姿かな。なるほど、ちょっと通ずる世界観はありますよね、2つにね、同じ人ですから。このじゃあ味わいをちょっと田中さん、はい、俺これすげえ好きなんですよね、これ。いや、まさにもう今川氏真とですねいう作者名が出てくるんですけれども、氏真ですからね、はい、今川をやっぱり戦国武将の中でいろいろ語るべき歌人って、もう勝手に歌人だと思ってるんですけど、うん、今川氏真、お父さんの義元のですね、今川家三代の子、特に戦国時代でも毎月歌会を歌会をして、で京都から、天皇家の和歌とかを、の指南役みたいな人をわざわざ駿府まで静岡まで呼んで月に1回ずつ歌会をしてた今川家っていうところの伝統を踏まえていて、徳川家康も7歳で竹千代でそこに来たからこそ家康も和歌の素養を踏まえられて、いろんな先人の感覚を掴んでいったっていう説もあるぐらいの、今川のところなんですけれども、その今川のもうある意味では最後の、お坊ちゃまというかどんでもありますよね。でその今川氏真の一首目、一般的に言われる方のこの「なかなかに世をも人をも恨むまじ、時に合わぬを身のとがにして」、これはですね、必ずしも氏真だけではなくて戦国の武将たちの
ある一つの流れの中でこういう読み方をしている人たちって実は結構いるんですね。もうやっぱり明日なくなっていくかもしれない、自分たちがどうなるかもわからないっていう状況の中で、用も人をも恨まずに、もう時に自説に合わなかったんだ、もうそれは全て他者のせいではなくて自らの身の咎なんだっていうふうに思おうとしてっていうのは、氏真以外にも戦国武将で同じような歌を詠んでる人たちは何名かいるんですけれども、氏真はさすが今川家のお坊ちゃまだけあって、ちゃんとそういう和歌の素養っていうのを踏まえながら、そしてでもやっぱり人のせいにせず、これ時に合わぬを身の咎にしてっていうところをちゃんと我がことのように受け止めて、これを自制として世の中に残していこうっていう思い方をして皆さんに出したんだろうなと思うんですけれども、2週目の方私はあまり知らなかったんですけれども、これに実はうなりました、うん、なぜかというとですね、実際に実話を皆さんにも一緒に見ながら感じてほしいんですけれども、悔しとも羨ましとも思わねど、うん、我が世に変わる世の姿かだ。でここは悔しいとも羨ましいとも思わないっていうふうには表では言っているんですけれども、うん、漢字に込めたもう一つの意味、そこを皆さんにはぜひ読み解いてほしいと思うんですけれども、まずこの悔しいともっていうのは、この普通に使われる悔しいですよね、うん、で羨ましいっていう時にあえて裏の山確かということをかけて、普通だったら羨ましいっていう言い方はこういう言い方は絶対しません、うん、和歌千数百年の中で羨ましを裏の山っていう書き方は一般的にはされていないんですね。でそれをでも別の山、羨ましい、そこには裏山があるっていうことは表山があってっていうことに対する裏山で、うん、羨ましとも思わねど、活字としては悔しいとか羨ましいとか思わないけれども、我が世に変わる世の姿で、そこを羨ましいっていう中でもう自分とは違う裏の山に対する、うん、そこにまた恨めしさっていう言葉を一方で感じるんですね、うんうん、裏っていう言葉を誰かが使うときに必ずそこには表っていうものがあるものに対する裏っていう言葉を使うので、あえて作者が本当にこれを羨まし裏の山として描いているとしたら、そこには単純に羨ましいなんて思わないけどっていう作者の思いで読んでしまったら間違えますね。なるほど。すごくここにはある種の未練もあれば、こんなはずじゃなかったのにっていう男の悔しさの真髄みたいなものもここでは読まないといけないかもしれないという、諦めていただいたら入ってるんですね、はい、上がもう単純に表向きの時勢だとしたら、うん、この2週目の方に氏真の本当の気持ちをやっぱり読み解くべきなのかもしれないなと、すごい正直で誠実な、表現者でもあったのかもしれないというふうに私は思いました。藤宮さんどうでした？そうですね、これ裏と表があるっていうのがすごくわかるなというか、これって時世なので本当に最後の最後に読むっていう歌だと思うんですけど、そのもう本当に死ぬんだ終わりだっていう時にすら、こうちょっと表にいい顔をしてしまうというか、こうなんだろう、本当に思ってることはすごく醜くて汚いようなことなのかもしれないけど、でそれをこう最後に表すっていう体ではいるんですけど、やっぱり外に出すためにすごく自分の感情だったりをいいものに少し変えて出している感じが、こう人の死んでいく姿としてすごくわかるというか、こうもういくら最後に死ぬとは言っても汚いところを出し切れないところがすごくわかるなと思いました。感じですね。成田さんどうでした？裏表を一旦無視して表だけで素朴に読んでみると、まあネットとか週刊誌を見ると逆恨みと嫉妬にあふれた他人の不幸は蜜の味モードの人間のクズっぽい人にあふれてるじゃないですか。彼らも人生の最後を迎えると
悔しとも羨ましとも思わない境地に達するのか、それとも最後まで恨みに満ち溢れたクズとして死んでいくのかっていうあたりにちょっと興味が湧きましたね。逆に言うと死ぬ時には悔しさとか羨ましさみたいなものはどちらかというと蒸発しそうな感じはするじゃないですか。だけど死ぬ時まで逆にこういった感情に満ち溢れてられる人がいたとしたら、そういう人ほど実は貴重なのかなって思ったりしましたね。面白いですね。この一応じゃあ補助線を引いて、まあ、今川氏真という人を見ていきたいんですけども、今川氏真は今川義元、桶狭間で呼ばれた義元の長男で、まあ、結構信長より先に楽市開いたり優秀な、まあ、知性、まあ、政治家だったわけですよね、うん、当時で大名だったんですけど、まあ、義元がなんかさっくりちょっと自己的に打たれちゃったんで、うん、その後まあ結構悲惨で国を追われ散々な日々と、うん、北条さんの家の下に行ったりですね、うん、家康の下に行ったりですね、家康さんってかつての家臣ですからね、その下に行って、うん、みたいな、まあ、ちょっと悲惨な人生なんですけど、まあ、意外に結構鋼メンタルの持ち主で、うん、まあ、結構氏真って今川家ってその貴族の家系ですから、うん、京都の貴族の家系ですから、かなりその教養が高かった、まあ、今でいうカルチャー系インフルエンサーみたいな、うん、そんな感じだったんで、まあ、いろんなところでお呼ばれして、まあ、織田信長にもお父さん撃たれたんですけど、ちょっと蹴鞠しようぜみたいな、誘い合った時に、まあいいよみたいな感じで、蹴鞠するんですよね。で、信長もそれ見てすげえみたいな感じのことを結構平然で、普通嫌じゃないですか、親のね、敵の前でやるのは。まあでもそういうのを普通にまあ自分の中に飲み込んでいったりとか、まあ晩年は家康の話友達みたいになっていったりですね、勝つの家臣ですけどね、呼ばれて。まあそこでもね、ちょっと面白くて、家康と話友達になっても家康話すのかと思ったら、すげえやっぱ話が長かったらしくて、氏真の。ちょっともういいから、どっか行ってくれって、品川に与えられて、ちょっと離れたところに結局もらって、それも品川家って今の品川のね、あたりの品川家っていうふうになってくるんですけど、でまあ子孫はその皇家として大名と同じぐらいの格でずっと生き延びて、結局、まあ、無理してね、戦っちゃうとこういう時にお父さん死んだ時に、まあ、武田家みたいに滅亡みたいになるけど、結局子孫めっちゃ生き延びて、大名的な感じでいい感じで、まあ、氏真でもいい感じで生きてて、まあ、意外に幸せっちゃ幸せにも見えるんですよね。まあ、家みたいなものは滅ぼしちゃったけど、まあ、個人ベースで言うと結構そういう人生だったのかなと思いますというの中で、まあ、こう諦めるしてもいいのかなと思いつつなんですけど、俺、僕もね、一周目の、僕は一周目が好きなんですよ。なかなかに世をも人も恨まじ、時には身の尖にして。これ、諦めてんのかなと思ったんですけど、僕もこれね、やっぱ諦めてないと思えるところ一個あって、尖、うん、っていう言葉あるじゃないですか。はい、で、今川氏真はやっぱ貴族、うん、的な、かなり貴族的な武士だったんですけど、尖、うん、って、これ、まあこの、尖って自分の姓みたいになりますけど、尖、はい、って、都に雅って書く尖って読むと、はい、都のきらびやかさとか上品さみたいな意味あるじゃないですか。うん、だかそっちで読むと、まあ、恨んだり、世を恨んだり人を恨んだりしないのがなんか貴族としてのプライドだみたいに読めるんですよね。なんかそこら辺がもうなんか深いなと思っちゃったんだよね。田中さん、わかりますこれ。なるほどなるほど。確かに今川家の特にもう嫡男としてのっていうやっぱり誇りと、ずっとつながってるものに対する思いっていうのを常に持ってた、やっぱそのプライドのある人だったんだろうなと。でどんなにこう落ちぶれたいろんな状況があっても、うん、信長なんて家康なんてって思いはどっかでは多分持ち続けていた人だと思うんですよね。で、氏真のことを考えた時にお父さんの義元が残している有名な歌があるんですけれども、昨日なし明日また知らぬ人はただ今日のうちこそ命なりけれ、うん、昨日なし昨日はもうここにはなくて明日また知らぬ明日はもうどうなるかわからない人はただ今日のうちこそ今日のうちこそ命なりけれ今日のうちこそ今のうちこそ命なりけれ、もう今日のこの今だ今を大切に生きていくべきなんだっていうことをお父さんがもうある種口を酸っぱくするようにずっとその昨日のことでもなくこの先どうなるかわからない未来のことでもなく今を大切に今を尊んで生きるんだっていうことを一生懸命父は語り続けてという人だったのでその思いを氏真はどこかでやっぱり受けながら誇りみたいなものは決してなくしてないはずの人だと思うんですよね、うん、だから多分こういろんな状況があってもその誇りゆえに、潰れなかったところもあるんじゃないかなという気もするので、はい、成田さんどうですかここまで話してみて伺ってみてうんそれで言うと成田さんの言うと習慣史的なね、最後の文脈でいくと、はい、最後はそうなれるんですかねあんな
悔しいとか思わないでやっぱすっきり死んだ方が良かったわいってなれるのかな。あの高橋さんは死に際まで金がとか数字がとか言ってそうですね。それはそれでなんか清々しくていいですよね。金と数字いいよな、なんか。いや、なので難しいのはその最後まで変わらない人間はいられるかってことだと思うんですよね、うん、なるほど。つまりガツガツしていた人間が諦めるっていうのは実は凡庸じゃないですか、うんうん、最後まで本能とこのしょうもない内側から来るドロドロした感情に蝕まれながら最後を迎えることができるかっていうのに最近は興味がありますね。なので自分はもう最近ほぼほぼ感情がなくなってきてゾンビ化しているのでこれから頑張って承認欲求と他人への逆恨みと人を撃ち落としたい感情というのを徐々に育てていって死に際はこの心境の真逆に裏側に行きたいなと思っているところです。 あれですね、あのそれで言うと織田信長の織田信孝かの実際良かったですね。なるほど。昔より主を討つ身の野馬なればみたいな、なんだっけな、なんとかを待てよ報いを待てや羽柴筑前みたいなそのおあのね信長の三男で信長をね三井秀に殺されて秀吉に信長の三男撃たれるんですけど、はい、その時にお前待ってろよお前許さねえからな恨んでやるからなみたいなそういう歌があるんですけど、まあそういうね怨念系の歌ありますよね。で他にもなんか諦め系の歌としてね、あのいろんな諦め方あるんですよ。精一杯やって諦めた系の歌、これも前もちょっとやったんですよ。天笠正彦の大爆死身ぐるみ脱いです点点。あとですね、なんかいいことも悪いことも しない平穏な人生だみたいな式亭三馬の善もせず悪も作らず、死ぬる身は地蔵も、褒めず縁ましからずみたいな。はい、これ有名な歌ですよね。これですよね。はい、式亭三馬。あとですね、これはね、結構マニアックなんですけど、なんか江戸の単なる下町の人の歌なんですけど、はい、久慈訴訟、地雷雷、火事、みそか、飢饉、病の、亡き国へ行く、あ江戸後期の下町の何がしさんって人の歌なんですけど、何さんなんか気になったのあります？ちょっと最後の歌、これ何者なんですか？これ本当なんか町の人で、多分こう、根性っていうか、この現世には苦しみが多かったですね。久慈訴訟って、まあ、うん、訴えとか、民事訴訟とかですね。地雷と、うん、地震ですね。地震と雷、火事。みそかって多分借金の催促ですね。うん、ま、毎月とかね、大晦日に借金を催促する風習があったんで。で、まあ、上とか、病のない国へようやく行くことができたみたいな、そんな歌ですよね。生きてるより死んだ方がいいわ、みたいな。ざっくりとそんな歌です。逆に、これなんかは、このごたごたに苦しみ続けた人が、それがない国へ行くっていう歌じゃないですか。うん、逆に、金持ちや権力者たちは、こういう不快から逃れることができている人たちですよね。うん、そういうその浄化された悩みや争い事のないところから、逆にそういうものが溢れる現世に戻っていきたいみたいなことを歌った歌とかってあったりされますか？この歌の逆はあるかってことなんですけど。逆も多分あるんじゃないかと思いますね、うん。この時代、江戸っていう時代にあるかどうかまたちょっと違うかもしれないんですけれども、すごく、この今のこの現世が好きなんだ、このごったに感が好きなんだみたいな感じの歌を、うん、残しながらって、また生まれ変わってこようみたいな、またちょっと向こうに行ったらまたこっちに来ようみたいな感覚で、この、逆というとちょっと違うかもしれないんですけれども、戻ってくることを楽しみにしながらみたいな読み方っていうのは千数百年の和歌の中でもありますね。一個ですね、なんか俺パッと思いついたのはなんか林紫平っていう人の歌で、はい、親もなし妻なし子なし半疑なしと金もなければでも死にたくもなしとまあ親もなし子供なしも何もなくて金もない辛いけどでもやっぱ死にたくねえなみたいなそんな歌はなんかあったなっていうのを思い出しましたけどね。積極的にでもなんかしがらみだらけの現世に行きたいみたいな歌は探しあるかもしれないですね。なんで大地さんそう思ったんですか？いや最近自分はあんまり不快感を感じることもなくなっていて結構横ばいで低空飛行で快適な感じなんですよ、うん、だから痛みを感じたいなとか、うん、辛さを感じたいなとか絶望を感じたいみたいな気持ちがちょっと高まってるんですよね、うんうん、そういう歌、気持ちを歌った時世の句ってのあるのかな。藤森さん、ご自身の詩になんかそういう詩ってあります？
なんか痛みを、まあ、確かに、そうやってでもなんかちょっと、自傷行為に近い感じもしますけど、なんかこう、痛みを伴うことで、なんか性を実感するって、まあまあ、あることだと思うんですよね。あの、能動的にするか、自動的にするかは別にして、なんか藤宮さんの中でそういう、ちょっと近いなとか、そんな成田氏におすすめの歌あります？私の歌集は、その人が、友達だったり、大事な人がこう亡くなった時に書いた歌がすごく多くて、なんか、いいこととかがあったりして短歌ができるっていう人間ではないので、こうなんかすごく自分がこう死ぬんじゃないか、もうダメなんじゃないかっていうことがあって初めて短歌ができるっていう作り方なので、その自分に辛いこと、傷つくことがあって、そうですね、できるっていうことでは全体的にそうなのかもしれないです。なんか成田さん、そろそろ多分5分で出ちゃうと思うんで、まあ、今ので言うとなんか一個思ってたのは、葬式で出会った君の葬式で、はい、出会った君の葬式の夜みたいな、はいはいはい、なんかこれはあれだなと思いましたね。これどういうシチュエーションで歌うんですか？そうですね、もう葬式で初めて会う人っていると思うんですよ、うん、その死んでしまった人の友達だったりっていう人に出会って、でその人がまた亡くなってその人のお葬式に行くっていうことももしかしたらあるかもしれないし、っていう中でどんどんこうつながっていく、辛いことでつながっていくこともあるなっていうふうに思って作った歌です。ありがとうございます。成田さん、年重ねるとあのどんどん周りも死んでって体も痛くなってきて自然と痛み伴えるんで安心してください。あと10年で結構辛くなってきますんで、はい、楽しみにして楽しみにしないけど中感じでそろそろお時間なんですけれども、ちなみに2023年も日本財団では遺言テーマにした遺言川柳を募集中です。応募期間は11月1日まで、詳しくは概要欄をご覧ください。また、遺言書による寄付、遺贈寄付というのがありまして、遺言による社会貢献ですかね、あなたの思いを未来につなぐことができる人生最後の社会貢献みたいなご相談も日本財団遺贈寄付サポートセンターでは受け付けておりますということなんですけれども、遺言川柳、おっと危ない、遺言川柳こちらですね。これがね、応募数伸びると来年この番組できるかもしれないですから、はい、やってほしいんですけども、なんかこれ遺言川柳ね、まとめた本なんですけど、なんか好きな歌ありました？じゃあ田中さん。はい、これもいいなと思いました。あの世ともできたらいいね、オンライン。俺も同じページ開いてた。あ、はい、もうあの世ともできたらいいね、オンライン。こんな風に思えてるだけでもう相手とは状況が変わったとしてもオンラインできていくものなんだと思うんですよね。なんかやっぱ千数百年の時世の歌とか挽歌っていうのをこう読んだりしていた時に、たった31文字がもう電話番号だったりメールアドレスになって時空を超えて届いていくものになってるっていうのはすごくあるなと思うので、こうやって残したからこそ、この川柳で読んだからこそ、あの世ともできたらいいねオンラインが成立していくんだろうなと私は思いました。いいですね。藤宮さんは？はい、遺言でなりたい人になる私っていう句がこれすごいなと思って、はい、こうなんか人生にもつながるというか、うん、遺言でこういい人になるというか、本当はこうなりたかったんだっていう自分を、そうはなれなかったけど遺言で初めてそういい人だったり、その寄付をするだったり、みんな大好き ありがとうみたいなのを遺言で初めて最後にやっと書けるっていうのが、これはでも人によってはあるんじゃないかなと思って、すごくいいなと思いました。でも遺言って、まあ、最後に奉仕されるその人の生き様の総決算かもしれないですね。はい、ですね。なんか自分から自分の一生を考えた時に、自らの言葉で残っていくものっていうのは、こう誰かにつけてもらった通知用とはまたちょっと違った総決算の仕方っていう意味では、やっぱ背筋が伸びるものでもあるんだろうなと思うんですけど、一方でなんか今みたいないい句があればあるほど、この表紙のこう書けと妻に下書き渡されるっていう句のインパクトも出てきますね。最後まで妻にこう書け、これもね、生き様の一つじゃないかと思うんですね。はい、いや、いろいろ詩についてですね考えさせていただきましたけれども、いよいよ次回は、最終回でございます。結局詩を意識してどう生きる、
結局死を意識してどう生きるっていうのを考えていければと思います。本日はありがとうございました。Thank you.